こんにちは。今日は、はい、みんな釣り行ったり家に帰ったり、はい、そこで寝てたりして、はい、気づかなかったしかいません。気づかなかったです。誰もいないけども、はい、ひなちゃんは、はい、今日釣り岡バンドのテーマが完成したということで来てくれました。みんな聞いてほしかったな。みんな聞いてほしかったけど、島に渡ってたり、はい、家に帰ってたり、 そこで寝てたり、彼らは夢の中で聞こえてるんじゃないかな。起きたら歌い出すかもしれないです。かもしれない。なんでこの俺作曲の才能が今ちゃん釣り岡バンドの続きできたよできたよなるかもしれない。なるかもしれない。じゃあもう早速聞かせてもらってもいいですか。ああ、もうもちろん。聞かせてください。僕、はい、まあなんか失礼になっちゃったりすることもあるかもしれませんが、この曲が一番好きです。いや、俺もなんかこれなんかいいっすよね。釣り岡のテーマも好きでしたが、はい、こっちの方が好きです。僕なんかこういう歌初めて作ったんですけど、才能があったのかもしれない。才能があったかな。オリコン5位を目指します。なんか、はい、オリコン5位、もっと上行きましょうよ。もっと上行きましょう。1位で、はい、1位で。じゃあ聞かせてください。はい、いきますか。はい、いいですか。なんでもないのに涙が出るのは君の心の静かな叫びさ、愛する人愛しく思うのはなくした部品を君がくれたから溢れる想いを君へ愛を込めて伝えよう。届くよきっと大丈夫さ。何でもないのににやついてしまうのはきっと君の仕業さ。こんなに君が愛しい。いつでも君のそばにあるものを大切にできる。勇気があるならこの先ずっとハッピーは続く。どんな未来を歩くだろう。なんでもないのににやついてしまうのは、いつも君がそばにいるからさ。同じように君の笑う顔が見たくて、僕は溢れる想いを君へ愛を込めて伝えよう。届くよきっと大丈夫さ。何でもないのににやついてしまうのはきっと君の仕業さ。こんなに君が愛しい。こんなに君が愛しい。ラララララという感じですね。オリコン1位ですね。いきますか。ちょっとすげえ、こんな感じになりました。ありがとうございます。いや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 、結構なんかいい感じなんじゃないかなと。いや、いいと思う、はい、思ってるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？これは売れるで、これは売れるで、これは売れるで。これをじゃあバンドとして完成させていかないといけないですね。そうですね、バンドバージョンでギター、ベース、ドラムで、でもすごいバンドが合いそうな歌だな。バンド感が、バンドになったらまたより一層ですね、よくなりそう。ここからエガちゃんが良さそうだ。せっかく名曲なのに素人で歌わない。ボーカルオーディションが、ボーカルオーディションまたやらないといけないですね。そうですね。じゃあみんなにも聴かせます。はい、ありがとうございます。ということで、はい、これはやった辻岡バンドのテーマが、はい、タイトルちゃんとしたいですね。ちょっとなんか決めますか。バンドのテーマはさすがに俺言ったものの、こんなに名曲ならいやいや、もうちゃんとしたいですね。ちゃんとじゃあやってみますか。じゃあ今度タイトル決める回を今決めます。なんか思いつきました。タイトルじゃあちょっとじっくり。エガちゃんは何と思います？いやー、何なんだろうな。でもなんかもうそんな長いタイトルじゃなさそうですよね。パッっていうなんか言えそうな、っていうことでタイトルはちょっと後日また決めさせてくださいよ。ぜひみんなで決めましょう。みんなで決めます。楽しそうじゃないですか。なんかそれもじゃあみんなで決めましょうか。みんな帰ってきたら。千葉ちゃん、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。じゃこの編曲とかをみんなで頑張りましょう。そうですね。これちょっと聞いて覚えます。楽曲を。これを辻岡バンドでやってるのをちょっと結構想像できるぐらいちょっと。じゃあちょっとコード進行だけ。そうですね。教えてください。送ります。みんなで考えて。はい。じゃあエガちゃん、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。皆さんお楽しみに。さよなら。さよなら、ありがとう。